はいどうも、今回はね、これね、ワンダーグーンに行ってきて遊戯王カード買ってきました。ね、いっぱい遊戯王カード、ノーマルカードとかキラとかいっぱいあって、それを、10枚好きなの選んで100円でしたね。まあ1枚10円、まあパックで買う思いしたらまあ安いのかな。まあ前も1回買ったよねこれね。ということで今回はね、懐かしいカードとキラを集めたつもりです。ってことでこちら、まず1枚目、ホーリーライフバリア。うんうん、わ、トラップカードね。ちょっとピントが合わないね。ホーリーライフバリア。まあ魔法カードね。魔法じゃない、トラップカード。次、あ、これこれ。地割れね。文字も嫌ってるし、まあ懐かしいかなと思って買いました。はい、次、地割れからの、てるん。あー、サファイアドラゴンね。これなんか、モンストかなんかにいない？こういう。サファイアドラゴンかっこいいねと思って、これはね懐かしくはないけど買った。あーこれね、なんて読むのこれ、もうキラリギルフォードザライトニング、これキラリ方、キラリ方っていう光り方がかっこよかったから買いましたと。あこれもね、アルカナ、ナイトジョーカー、これもかっこよかったから、光り方とかね、これキャラがかっこよかったから買いましたと。どうなのかな効果とか、もう長すぎてね。ジャックナイト、キングナイト、うん、まあ強いね。3800、強い。次、何これ、コントラストヒーローカオス、カオスかって、かっこいいよね。はい次、あーこれかっこいい、サイバードローン、かっこいいねこれね。サイバードローン、サイバーってるな。まあ光り方がね結構光ってるから、周りも全部金だしね、反射が半端ないよね光の。次、あー韓国語パターンね。なんでこれ買ったんだろう俺、韓国語だから読めないのに。あそうだ、俺韓国語勉強してるからいいんか。まあこんな感じよくわからない。あーこれはすごいんじゃないか、かなり光の護風剣でしょ、確か剣ね、光の護風剣、これ本物かなこれ、偽物じゃない、本物か。まあ、めっちゃ光っててすごいなと思って光の護風剣買いましたと。あーこれ懐かしいよね、人造人間最初、最後ショッカー、これは城之内が使ってたんだっけ、これは懐かしい。うん、あーやっぱ強いね、城之内デッキに入ってて持ってたね。まあこんな感じかな今回は。懐かしいカードといえば人造人間最後ショッカーと最後の風剣あたりかな。あとはね多分みんな知らないカードかな、これなんかね、サファイアドラゴンもどっかで見てきますね。これ結構古いんじゃないかな。あと地割れね、これ結構強いカードだったよね確か。めっちゃ光ってんね、こんな光ってるカードってあるんだ、こんな感じ。うん、あとはねこいつかっこいいね。まあ最近遊戯王ちょっとねデュエルはやってないんだけど、あとはルールもちょっと忘れちゃったし、うん、ポケモンカードはねバトルとかできるんだけど、遊戯王カードはちょっとコレクション用に買いました。であとで以上、遊戯王カード紹介動画でした。ってことでね、1枚10円かな。みんなもねワンダーグーで、まあもうこのスタイルやってないんだけど、今は売ってたら買ってみてください。ということでバイバイ。